こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市中央区六本松にやってまいりました。大人気のこのエリアの単身マンションをご案内させていただきます。動画の後半はこの建物の1階にとてもおしゃれなお店がたくさん入っておりますので、合わせてご案内させていただきます。行ってみましょう。外観はこんな感じのがっちりしたマンションとなっております。お邪魔します。うん。綺麗になってますね。うんうんうん。おお。はい、ということで今回は福岡市中央区六本松にやってまいりました。中をですね、綺麗にリフォームして完了したということでしたので、早速撮影にやってまいりました。水回りから行ってみましょう。パウダールーム兼お手洗いでございます。まずトイレですね。コンセントが完備されておりますので、ご希望であればウォシュレットを設置することは可能でございます。そしてこちらには洗面台が設置されております。コンセントが横に設置されておりますので、ドライヤーとももちろん使用できます。そしてこちらがお風呂ですね。バスルームです。ピカピカですね。もう単身用の、まあ、標準的なサイズでございます。そしてピカピカ、新品の IH クッキングヒーターが設置されております。キッチンの下の部分に収納、そして上部にも棚が設置されております。キッチンの横には冷蔵庫のスペースが完備されております。まあ、あまり幅がありませんので、あの2段ぐらいのですね、単身用の冷蔵庫であれば十分入るんじゃないかなと思います。キッチンの横には洗濯機置き場が完備されております。上部に2段の収納がございます。洗濯パンも新品ですね。これも新品が設置されております。玄関なんですけども、シューズボックスがありませんので、ちょっと棚みたいなのをご準備いただく必要があるかもしれないですね。おお、たくさんの収納がございました。広いですね。これはものすごく収納力のある隠しクローゼットみたいな感じになっております。そしてお部屋ですね。設備のご説明をさせていただきます。まずインターホンですね。インターホンが設置されておりまして、照明が1機、そしてエアコンも1機完備されております。コンセント
こちらが1、2、2箇所となっております。そしてこちらがバルコニーですね。うん、結構ワイドな南向きのバルコニーでございます。日当たりはちょっと今日曇ってるんですけども、日当たりはものすごくいいんじゃないかなと思います。目の前にですね、100円パーキングがありまして、スーパーサニーももう一つ先の交差点のところにございます。24時間のサニーですね。で、反対側にも駐車場パーキングございますので、お友達が来た時とかはすごく便利でいいんじゃないかなと思います。サニーが近いっていうのはいいですね。はい、ということで今回は福岡市中央区六本松の単身マンションをご案内させていただきました。気になるお家賃は4万円でございます。結構安くないですか。もう全部揃ってると思うんですよ。お風呂トイレ別、独立洗面台、でっかいクローゼット、そしてピカピカのキッチン、洗濯機置き場、デザインブース。交通アクセスは福岡市営地下鉄七隈線六本松駅徒歩5分。まあこれは安いと思います。そしてこの建物の1階にはおしゃれなお店がございますので、早速行ってみたいと思います。アボカドうどん。ちょっとランチの時間終了してしまったようなんですが、春菜旅様、牛ステーキ1150円、シェフおまかせランチ850円。ここうどん日和さん、女子がめっちゃいます。うどん日和、もうちょっとたくさんの人がいるので。そしてシカゴステーキのお店、シカゴステーキオーロラ様、読書の秋、コント羊様、そしてこちらがメガネ屋さんですね、みやこメガネさん、こんな感じでおしゃれなお店がたくさん入った建物でございます。はい、ということでぜひですね、お問い合わせいただければと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。